エアブラシ、お手軽に始めてみないかい？はい、というわけでこんにちは、ゆきおです。今回はですね、企業案件で、エアブラシの紹介をしてくれというのが依頼できてたのでね、こちらを紹介していきたいと思います。ちょうどね、ガンダムアーティファクトのハイニューガンダム、これの、フィンファンネルがグラデーション塗装をしなければならないので、タイミングバッチリですね。このグラデーション塗装をこちらで実践しながら塗っていきましょう。それで使いやすさの感想とかもね、述べていければと思います。はい、非常にコンパクトですね。これ使えればね、本当エアブラシが楽しくなりますよ。お気軽にね、エアブラシができるということですね。スクラッチカードとか入ってますね。次回の割引に使えるみたいです。そして説明書ね、日本語の説明書が入ってますね。組み立て方法とか載ってますね。あとはね、メンテナンス方法ですね。はい、そして中身はこんな感じです。これでエアブラシとしてフルセットとして使えるんですが、なかなかのコストパフォーマンスと、コンパクトさですね。はい、ハンドピースにコンプレッサー本体で、バッテリー2つに USB ケーブルですね、充電用、これはタイプ C ですね。そしてジョイントが2つ入っております。なるほどね、シングルとダブルと切り替えができるんですね。何はともあれとりあえず使ってみましょう。充電ケーブルはいわゆる USB Type C 方式なので、別にこれ付属のものを使わなくても家にあるやつで十分ですね。まあなくしてもね、100均とかですぐ買えます。ここですね。おお、ちゃんとランプがてかって分かりやすいね。なるほど、バッテリーが2つついてるから1個使用中は1個充電という形でね、ローテーションで使えるみたいですね。まあ、これはいいな、2つつけてくれてるのは嬉しい。そしたらコンプレッサー本体とハンドピースをつなげます。はい、そしてまあ塗料を仮に入れたとして、蓋閉めて、これでも準備完了ですね。じゃあちょっと吹いてみましょう。今シングルの状態です。おお、あ、空気は出てますね。シングルなので空気は出てて、この状態でハンドピースを後ろに引くとボタンをね、こうですね、こうすると塗料が出てくるって感じですね。はいはいはい、あ、これ簡単だわ。うん、いいね。次はダブルアクションですね。間にこちらのエアバルブルジョイントを挟み込んで使用します。まずはこれを取り付けましょう。はい、そしてもう一段階、OK、そしてハンドピースの取り付け。個人的にはね、ダブルアクション僕はおすすめしますね。はい、ダブルアクション状態接続完了です。電源入れてみましょう。はい、ダブルアクションなので今風出てないですね。どうやって風を出すかというと、このレバーを押し込むんですね。あ、出てます。はい、でこの時はね、風しか出ないんですよ。塗料を出す時は押しながら後ろに引くんですよね。こう後ろに引く、すると塗料も出てくるようになります。ダブルアクションのいいところは、このレバーの後ろに引く量によって塗料の出る量が変わるんですよね。だからちょっと拭きたい時とか、ドバッと拭きたい時とか、ダブルアクションはね、調整ができるのでいいですよね。なので僕はダブルアクションをおすすめしますね。はい、充電式コードレスの利点はこれですよね。塗装ブースがなくても、お外で拭けるということですね。ベランダとかに段ボール箱を置いて、その中でシューッと拭けばね、もうそれだけでエアブラシ塗装完成します。これはお手軽でいいね。塗装ブースはね、後々さらにお金が貯まってから買えばいいんですけどね、ない人はこういう方法もあります。もう缶スプレー感覚ですよね、ここまで来たら。はい、プライマーと白サフが塗り終わったので、今度は室内に移動してフィンファンネルのグラデーションを塗っていきましょう。このようにフィンファンネルの太さに合うように試し拭きをしてノズル調整します。
はい、細拭きにもちゃんと対応してますね。グラデーション塗装できます。はい、フィンファンネルをグラデーション塗装してみましたが、綺麗にできてますね。細拭きもちゃんとこなしてくれるので、まあこれ1本あれば大丈夫そうですね。残りの部分は筆で塗っていきますけど、今回はエアブラシの案件ということで、その辺はカットいたします。塗装が終わりましたら艶消しクリアを拭いてトップコートいたします。はい、では塗装が完成しましたので、ハイニューガンダム一周ぐるりと見ていきましょう。はい、全体はこのようになっております。はい、ぐるりと回って一周。今回、充電式エアブラシで塗った部分はまずプライマーですね。ABS 樹脂でできてるガンダムアーティファクトはプライマーを先塗っとかないとちょっとかけたり割れたりする可能性が結構高いです。なのでまずプライマーを塗ってから白サフですね。今白くなってる部分は白上から塗装してますけど、その下に白サフで一旦サフを拭いております。まあ、食いつきを良くするためですね。そして上から白を拭いて、そして次に筆塗りですね。細かい色分けもこれエアブラシを使うとかなり塗り分けが大変なので、その辺は筆塗りにしております。ただこのファンネル部分ですね、ファンネルのグラデーションはエアブラシじゃないとかなり厳しいので、ここはエアブラシを使っております。そしてエアブラシでしかできない表現っていうのはこれですよね。やっぱり綺麗に塗れております。そして全ての色を塗り終わった後にまた、充電式エアブラシで今度は艶消しクリアを全体的に拭いております。トップコートの役目がありますね。はい、というわけで今回ね、充電式エアブラシ使わせてもらいましたけど、大活躍でしたね。ちなみに肩のこの部分とか縦のマーキングですね、これ全て手書きです。近くで見るとかなり不細工なんですけどね、肉眼でこのサイズを見る感じでは全然問題ないですね。はい、大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいです。 HG144 分の1ガンダムと比べるとこんな感じです。というわけで今回はココエンジェルさん提供の充電式エアブラシでガンダムアーティファクトのハイニューガンダムを塗ってみるという動画でした。エアブラシ始めてみたいんだけどなと思いながら悩んでる人の多くは、その下準備の取っかかりの悪さですよね。エアブラシ本体にコンプレッサー、そして塗装ブースといろいろ買うものが増えてくるのでね、億劫になってる人も多いと思いますけど、これならね、この一箱を買えばエアブラシ塗装の下準備できてしまうので、これから始めようという人にはね、入門的にいいと思いますね。あとはココエンジェルさんからのアピールポイントとしては、この充電式バッテリーの方ですね、こちらも安全対策が取られております。過負荷保護機能っていうのがついていて、過充電とかね、発熱とか爆発とか電池の寿命短命とかね、そういうリスクを避けるように製作されているようです。あとはみんなが懸念するような材料としてみれば、充電式ということでね、電池の切れ目ですよね。シューと出ていた圧がシューとだんだん弱くなっていくようでは、エアブラシとしてはね、安心して使えませんけど、その辺は大丈夫のようですね。電圧が弱くなってくると、エアが弱くなるのではなくて、その時点で電源がプツッと切れるようになってるみたいですね。電源がプツッと切れたら、こちらの予備バッテリーと交換、さらに充電ということで、その辺は塗りもらとかね、気にせずガンガン拭けるのがいいですね。そして提供元のココエンジェルさんからプレゼントもあります。
この動画を見てココエンジェルさんのツイッターアカウントをフォローすると 5% 引きのクーポンがもらえるようなんでね、その辺は概要欄に説明を書いておきますので、興味がある方はねそちらの方もご覧ください。はい、今回の動画はそんなところですね。いや、綺麗に濡れてよかった。では次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。